まもなく終点豊橋です。はい、終点豊橋です。この電車は回送電車となります。お気をつけください。ん、え、今どこ。やばい、変なとこ連れてかれるんじゃ。ふぅ、え、運転士さんだ。なんか怒られそう。お客さん、すいません、漫画に夢中で命だけは助けてください。この電車すぐ折り返すから、このまま乗ってていいよ。え、あ、ありがとうございます。終点で乗り越して車庫まで来ちゃう人結構いるんだよな。そうなんですね。でも、もし運転士さんにも気づかれなかったら。朝まで真っ暗で寒い電車で一人かな。すいません、駅員さん。はい、どうされました。この間電車遅れてたじゃないですか。あー、はい、1週間ほど前に強風の影響で遅れておりましたね。いや、半年ぐらい前です。半年前ですと詳しく調べないとわからないんですが。半年前の遅延証もらえます。お客様、鉄道会社にもよりますが、発行してから30日間はお渡しできるんですけども、さすがに半年だと難しいですね。いや、困りますよ。それがないと会社が遅刻扱いになって、その分給料がもらえないんですよ。すいません、もう少し早く来ていただければお渡しできたんですが。仕事が忙しくて行けなかったんですよ。今日ようやく来れたんですよ。半年も休みがなかったんですか。休みはあったんですけど、休みは休みで忙しいんですよ。はあ、あれ、今日も電車遅れてないですか。あ、10分ほど遅れております。じゃあそれください。日付書き換えるんで。ダメですよ。すいません、金さん。はい、どうされました。あそこの男性の方がタバコを吸ってるんですよ。え、私、お腹に子供がいるので気にしすぎなのかもしれませんけど。そんなことないですよ。教えていただきありがとうございます。お客様、ここは禁煙になりますのでやめてください。なんだよお前、調子乗ってんのか。いえ、駅構内は全面禁煙ですのでやめてくださいと言っているんです。うるせえな、まだ残ってんだろ。最後まで吸わせろよ。おい、周り見たか。あ、あんた以外誰がタバコ吸ってる。みんなルール守って使ってんだよ。守れねえなら電車乗んな。そんな大げさな。家で嫁が妊娠しててよ、家じゃ吸えねえからその前にと思って。あんたの近くにいたのは妊婦さんだぞ。え、あんたが奥さんを思うように彼女を大切に思う人がいるんだぞ。あんたも親なんだろ。だったらよ、もっと周りを見ろよ。あー、すいませんでした。駅員さんも子供いるんですね。独身ですが。豊橋駅、たくあん社員取れますか。はい、たくあんです。光635号車掌ですが、駆け込みで乗ってきてグリーン車使ってる人ついてからクレジット決済をお願いいたします。あ、わかりました。すいません、駅員さん。はい、精算お願いしたいんですけど。東京からお越しのお客様ですか。はい。では 12,760 円です。え、高くないですか。お客様はグリーン車ご利用ですよね。いや、自由席で来ましたよ。ん、お客様少々お待ちください。今田重役、今改札にいるお客さんって見覚えありますか。ん、ああ、あいつは不正の常習だな。そこのブラックリストにも載ってるだろ。間違いないですね。行ってきます。お客様、本当に自由席でしたか。はい。すいません、キーさん、この切符持ち帰ってもいいですか。あ、反抗しますね。あれ、さっき隣だった方ですよね。水こぼしちゃってごめんなさいね。え、ああ、いえいえ。お客様、ということは。あ、おい、そこの駅員、どうされましたか。どうされましてじゃないよ。男性専用車両はいつできるんだって聞いてんだよ。ああ、ああじゃなくてよ、前から言ってんだろ。ただ、いろいろな問題もありまして、すぐにはお作りできないんですよ。どいつもこいつも使えねえな。失礼ですが、お客様はなぜそんなに作ってほしいんですか。あ、前に、わしの孫がよ、電車でバカ男に痴漢されてよ、そっからまるっきり電車に乗れなくなっちまって。そうだったんですね。何も知らずすいませんでした。まあ、いいんだよ。ただ、シドニーやオーストラリアではよ、日本では当たり前の女性専用車両は違うんじゃねえかって言われてんだ。被害者側がなぜ逃げなきゃいけねえのか、言い方あれだけど、変わるべきは加害者じゃねえのかって思うんだ。なるほど、そういった考えはしたことがなかったです。僕も駅員としてではなく、一人の人間として考えてみます。じゃあ兄ちゃん、そこでいっぱい行くか。あ、仕事中なんで。お客様、残高不足ですのでチャージをお願いいたします。残高不足？はい、ですのでチャージしたら入れますよ。あ、そうだ、昨日チャージしようと思ったらできなかったんですよ。モバイルスイカですよね。そうですよ、スマートに通るために夜にチャージしとこうって思ってたんですよ。何時頃ですか。深夜の2時です。ですとお客様、深夜の2時から4時は休止時間になりますのでチャージができないんですよ。そうなんですか。もう先に知っとけばこんな恥ずかしいことにならなかったのに。駅員さんたちも改札に引っかかってる人を見て見下してるんですよね。そんなことないですよ。
お客様がスムーズに快適にご旅行できるのをサポートするのが私たちの仕事ですから。かっこいいこと言いますね。じゃあこれからも安心してエラーしちゃっていいんですね。もちろんですよ。どんなエラーでも拾っていきますよ。それじゃあチャージできたんで行ってきます。行ってらっしゃいませ。任せてください。すいません金さん。はい、どうされました？あれから3ヶ月が経ちますね。はい。覚えてないんですか？財布届けてあげたじゃないですか。あー、確か前に届けてくれましたね。それでこないだ友達にいいこと聞いちゃったんですよ。何でしょうか？忘れ物の財布は3ヶ月経てば俺のものって。なるほど。では身分証はお持ちですか？はい。ちょっと確認してきますね。お待たせしました。来た来た。いくらぐらい入ってるんですか？お客様、権利放棄してますね。は？届けていただいた時に落とし物の権利を主張していただかないとお渡しできないんですよね。はぁ、そうなんですか？申し訳ありません。わかりましたよ。また別の財布拾ってきます。いってらっしゃい。すみません金さん。はい、どうされました？この切符の領収書作ってほしいんですけど。かしこまりました。では8620円ですね。お願いします。あと宛名も書いといてください。かしこまりました。なんて書きますか？株式会社パシフィックトスサントサーベイロタクワン UFJ 南第一赤坂ファイナンシャルグループで。もう一度よろしいですか？株式会社パシフィックトスサントサーベイロタクワン UFJ 南第一赤坂ファイナンシャルグループです。はい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 。大丈夫ですか？株式会社パシフィックドスサントスアベイロドスサンタスドスサントスです。ドスサントスアベイロ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 です。アブイロアベイロアベイロアベイロ。自分で書いてもらっていいですか？ちょっと銀さん。はい、どうされました？ちょっと会話するがあってよ。豊橋からこのまま浜松に戻っていいか？ちょっと拝見しますね。うなぎパイ買い忘れちゃってよ。お客様、これだと別に浜松までの往復がかかりますね。なんでだよ。いいじゃねえか、まだ改札降りてねえんだからよ。電車に乗った分は払っていただかないとですよ。別にこれでこのまま浜松まで行ってそのまま豊橋に戻ってきたら改札出れるんだろ？出れちゃうんですけど、乗った分が乗車券になりますので往復分買ってください。本当に駅員はケチだな。黙って行っちまえばよかったよ。おやめください。バレたらもっと罰金取られますよ。まったくそうやってビビらせやがって。買えばいいんだろ、買えば。お願いします。あれ、お客様、うなぎパイって言ってました？そうだよ、豊橋にもあります。ちょっと駅員さん。はい、どうされましたか？もうパタパタが見れなくなるのか？パタパタ、俺は小さい頃からよ、このパタパタを楽しみにしてたんだよ。あー、発車表のことですか？そうだよ、もう見れなくなんだろ？そうなんですよね。ダイヤ改正もありまして、電光掲示板に置き換えさせていただきます。寂しいもんだよ。小さい頃はよくお袋に連れてきてもらってな。学生時代は通学でいつも見ていて、大人になっても通勤でいつも見ていたよ。ずっと利用してくれてたんですね。パタパタと音をさせながら次の行き先が表示される、こんなレトロな感じは今でもあってもいいと思うんだけどな。そこまでパタパタを愛してくれてありがとうございます。きっとパタパタも喜んでますよ。だといいな。あ、そうだ。何ですか？パタパタ俺にくれねえか？無理ですよ。すいません金さん。はい、どうされました？こちらの団体乗車券なんですが、払い戻しをお願いします。よろしいんですか？修学旅行が中止になってしまいまして。ああ、そうなんですか。一生に一度の修学旅行ですから本当は行かせてあげたいんですけどね。そうですよね。あいつらしおりを作って楽しみにしてるんです。中止になったなんて言えないですよ。先生方も辛いですよね。僕らも修学旅行へ行く学生さんがとびっきりの笑顔で改札を通っていく姿が見れないのがとても寂しいです。あいつらにとっては今行くことに意味があるんです。だから今は我慢しろとか、またいつかとか、そんなことは言いたくないんです。そうですよね。あ、先生、これよかったら。青春団体乗車券です。え、これは？みんなどうしたんだ？中止なんですよね、修学旅行。誰がそんなこと言った？え、来週はバスレクならぬ電車レクでみんなで楽しもう。よくわかんないけど楽しそう。はい、それじゃあ前回の続きからやっていきます。ちゃんとノート取れよ。すいません、遅れました。横藤田、またお前は遅刻か。 JR 遅れてました。あ、それは大変ご迷惑をおかけいたしました。で、なんで先生が謝るんだよ。これ遅延症です。はいよ。あれ、これ豊橋駅のだぞ。学校の最寄りは愛知水戸だろ。いや、いつも歩いてくるんですよ。10分の遅延でこんな時間になるはずないだろ。どっかでサボってただろ。サボってないですよ。はあ、先生が駅員の時はな、いつも遅延症ストックしてる学生がいたんだよ。
これで先生騙せるんでってな。え、 JR の知り合いがいるから、横藤田がいつもらったのか聞いてみよっか。ゲーセン行ってました。はい、逮捕。すいません。まったくお前のせいで授業が5分遅れちまったよ。遅延証明書の発行をお願いします。ちょっと駅員さん、これはどういうことだ。どうされました。エスカレーター乗ってたらな、左に寄れって言われたんだよ。なるほど。俺の街では右側だぞ。これどっちが正解なんだよ。おそらく関東は左側で関西は右側だと思います。俺いつも思うんだけどよ、それもおかしいと思うんだよ。そうですよね。だいたいエスカレーター歩くなって言われてるのに片側を開けるのがおかしいんだよ。そうですね。ただお急ぎのお客様もいらっしゃいますので、皆様にはご協力いただいております。まったく、右か左かはっきりしてほしいもんだよ。そうですよね。お兄ちゃんはどっち側だい。真ん中です。皆様反対側のホームお歩きください。邪魔なんですけど、何やってるんですか。お客様ご協力ください。反対側のホームを歩いてください。客に遠回りさせるんですか。どいてください。やめた方がいいですよ。僕の勝手ですよね。行かせてください。お客様。うわぁ、なんだよこれ。だから言ったじゃないですか、応答物があったので清掃員が来るまで塞いでたんですよ。先に行ってくださいよ。靴も服も汚れたじゃないですか。反対側を歩いてくださいと言いましたよね。だったら何があるか先に言ってくださいよ。聞こえのいいものではないので控えてたんですよ。突破していったのはお客様だけですよ。もう最悪ですよ。駅員さん、ちゃんと弁償してくださいよ。あまり近づかないでください。僕もこの匂い苦手なんですよ。何言ってるんですか。僕も苦手ですよ。本当に無理なんです。離れてください。嫌ですよ。無理。ちょっと金さん、弁償します。それで行け。どうされました。そこの売店行きたいから途中下車させてくれよ。切符を拝見させてもらいますね。これ回数券なんだけど。回数券だとここで降りてしまうとこの先が無効になってしまうんですよ。すぐそこなんだから通してくれよ。ケチなこと言ってないで。他のお客様にもルールは守っていただいておりますので。俺も口は固い方だから大丈夫だよ。駅員さん、岡崎ってどうやって行けばいいですか。あー、岡崎ですと奥の改札通っていただいて5番線です。ありがとうございます。本当に融通の利かねえやつだな、このバカ駅員が。そう言われましても困ります。あの、ドクターイエローっていつ見えるんですか。あ、ちょうど今日見えますよ。13時6分頃通過予定です。ありがとうございます。最近のやつは何でもかんでもルールだとか言いやがって。申し訳ございません。先輩、これって手数料いくらですか。340円。あさす。すいません、金さん、美味しいご飯屋さんって知ってます。あ、西口出てすぐのところにカレーうどん屋さんあるので行ってみてください。ありがとうございます。まったく、何言ってもダメそうだな。もういいわ。ふう、片付いた。